カンプレントとは、中世フランスプロバンスの助教詩の一種。日本語では、愛か、悲か嘆き歌と訳される。プラーニュとは違って、死だけでなく、それ以外の不幸も扱った。よくあるテーマは、十字軍遠征中の戦争での敗北、習慣の腐敗、政府母教会の喪失などだったが、報われない愛といった個人的な出来事も歌われた。また聖書や、 中世の伝説を題材にすることもあった。自由な形式で作られ、同時代にあった他のジャンル、リ・サリュダムール・シルベンテストははっきりと区別される。代表的なカンプレントには、ルイ8世の死を悼んだ、ロバート・セイン・サーオの、サーモン、ルイ9世の死を悼んだ、リーグ・アーズ・英雄ロアロース、リュトブフの、C ・エラ・カンプレント・ D ・ウレメイなどがある。ルネサンス期になって、 クレマン・マロ、ロジャー・デ・キャリライ、そして、プレイヤード派のピエール・ド・ロンサールらがカンプレントを復活させた。この時期のカンプレントには、ロンサールのコンプラント・コントレ・フォーチューン、ジョア・シャン・デューベレーのカンプレント・ジュディー・セスペアといったものがある。フランス革命の時には、ジャン・ポール・マラーなどへのカンプレントもあった。イギリスには、14世紀に、ジェフリー・チョーサーがザ・コンリー・イント・オブ・ビーナスで、 カンプレントを移植し、エドマンド・スペンサーの瞑想集、エドワード・ヤングのザ・コンプレインなどが作られた。ありがとうございます。